はい、今回はですね、筋肉マンで登場するブロッケンジュニアがね、主に使用している技、ベルリンの赤やめについてお話ししていきます。まあ、まずね、早速、技の紹介からしていきましょう。ベルリンの赤い雨とは、ブロッケン一族に代々伝わる必殺技です。まあ、教えとしてはね、体は軽やかに、腕を弓のごとく引き、流れ星のごとくに振り落とす。その双剣を持って風すればベルリンに赤い雨が降ると、そういったものがあります。で、まあ、どんな技かというと、鋭い手刀で刃物のように相手を切り裂きます。で、傷口から吹き出した血が雨のようにね、降り注ぐことからその名がついたとされていますね。で、この技はね、ブロッケン一族以外にもジェイドがね、使用したりとか、ジェイドは一族ではないですからね、あの、ブロッケンジュニアの弟子ではあるんですけど、あと、まあ、作中だと、アタルとか、プリズマンとか、マンタロウなどもこの技を使用する場面はありましたね。で、ジェイドのね、ベルリンの赤い雨は、斬撃のダメージの他に、相手の体を溶かすほどの、熱によるダメージも追加されていました。まあ、その、筋肉マン2世のちょっとベルリンの赤い雨の設定っていうのはちょっと独特なところがあったりしますよね。で、いわゆるそのチョップ系の技とも似ているんですが、チョップは打撃技であるのに対して、ベルリンの赤い雨は斬撃技であるため、別系統の技という説明が所々で、されていますね。ただ、まあ、そのジェロニモのね、ウッドカッターハンドもフライングチョップの派生技ではあるんですが、斬撃技としてのね、性能を持っていることから、まあ、あのベルリンの赤い雨と似ている、まあ、同系統の技と言えるかもしれません。で、次にですね、主にですね、ブロッケンジュニアがベルリンの赤い雨を様々な場面で使用しているんですが、まあ、例えば序盤戦から使用することもあったりとか、簡単にね、敵に破られたりすることもありました。一方で最近だとマリキータマンの羽を切断したりとか、で、あとなんといってもね、クラッシュマンをベルリンの赤い雨で倒すなど、古い技としてお役御免になるどころか、さらにね、輝きを増している印象すらあります。まあ、あのアニメ版の方ではバンバン切り刻んで倒していたりもしてたんですけれども、で、まあ、そのベルリンの赤い雨がね、決め技としてね、あの使用されたのは、作中漫画の中だとクラッシュマン戦が初かな。これちょっとおぼろげだけどね、なんかそんな感じは、記憶はありますけどね。なんでクラッシュマン戦に続きですね、ベルリンの赤い雨で試合を決める展開があるのかっていうのは、ちょっと気になるとこではありますね。まあ、いろんなね、新しい技を見たいっていう気持ちもありますしね。で、次なんですが、これね、あの筋肉マン2世だと右腕のみで使用するっていう設定があったみたいですね。ただ筋肉マンの方だと両方の腕で、使用しています。というかね、あのむしろ左腕で放つ場面のが多かったんですよね。まあ、これもね、ところどころで言われてるんですが、多い争奪編までだと右腕でベルリンの赤い闇を使用したのはプリズマン戦のみらしいですね。これね、はい、ちょっと見直してみようかと思うんだけどね。で、まあ、あのクラッシュマンはですね、お前の命とも言うべき右腕がみたいなことを言ってたんですが、このセリフはおそらく筋肉マン2世の設定の名残かなっていうのはちょっと思いましたね。まあ、クラッシュマンはどの世界のブロッケンを見てきたのかはちょっとわかんないんですけれども、はい。で、ちなみにその劇場版では両手両足でね、ベルリンの赤い雨のね、連撃を放つ場面もありました。なんか古代超人が出てくるやつですね。はい。で、次にですね、宇宙ノブシとの戦いでブロッケンジュニアによってベルリンの赤い雨が初めて使用されたわけなんですが、その際にはね、手刀から刃物が出る描写があったんですよ、一番最初の方は。その後はね、そんな描写はなかったんですが、筋肉マン2世のね、ジェイドが使用するベルリンの赤い雨は再びね、手刀から刃物が出るバージョンになっていましたね。はい。
で最後、まあ、ブロッケンの帰還についてもねお話ししておくと、筋肉マン2世ではベルリンの赤い雨が使用できなくなったジェイドが、その代わりに足を刃に変えて攻撃するブロッケンの帰還を使用していましたね。まあ、要はその究極の超人タッグ編で右腕を失ったブロッケンがベルリンの赤い雨に代わる必殺技として編み出していました。さっきも言ったように筋肉マン2世では右腕からしか放てないとかそんな設定があったんですよ。でまあそのブロッケンの機関のように足全体を刃物に変えなくてもその足を使った斬撃技を使えそうな感じもするんですけどね、実際劇場版ではね足でベルリンの赤い雨使ってたんで、なんでまあ今後ねブロッケンジュニアがベルリンの赤い雨のような足技をですね使用する時が来るのかっていうのは自分は少し期待はしています。まあそのブロッケンの機関と同じ技をね使うかもしれないんですが、技名は多分変わるんでしょうね。まあ今んとこ筋肉マンのブロッケンジュニアってその帰還する必要とかはないのかなとは思いますしね。はい、ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。